こんにちは、キボリストです。前回は、猫さんの荒取りをしてまして、今日からだん、なんていうんですかね、子作りっていうのかな、専門的な言い方すると、あの各個パーツを掘り出してはっきりさせていく工程なんですね。で、今日は、まず腕を出していきますっていう動画なんですけども、まあ、これちょっと片方を掘ってみたんですけど、まあ、こちらにもサンプルというか元がありますが、まず最初に鉛筆で手の位置を、まあ、絵などを参考に、まあ、描いて描いていただいて、で、そうですね、三角刀で両サイドをこの線の外とか線の上でもいいですし、外でもその太さは自分で加減してください。で、水を引いて、あとは今度は平刀なんかでこの段をさらう、こっちをちょっと多めにさらう感じなので、ガツンと、よいしょ、よいしょ、で、さらう。そうすると、ここに腕が出現しましたというふうになります。まあ、腕はこんな感じで、あとはまあ後で仕上げの段階でね、いろいろやりますので、今日はここまでです。ではまた楽しみにしてください。以上です。